コロナになって1年半どこにも出かけられなかったけども、やっとカナダの政府が、遊びで外に出ても大丈夫よというお達しが出たので、それではまず足慣らしにということで、フランス・パリに1週間だけ行くことにいたしました。まあ、しかしこの勘の鈍さというか、都市によるのもあるのかもしれませんが、大変なミスが発見され、バンクーバーで落ち合って同じ飛行機でトロントに行くはずが別々の飛行機を取っていたことが判明。それで慌てて、私は12時発の飛行機のはずだったんですけど、それを10時に変えてもらうために朝の7時半から空港に行って、そして係の人にひたすら頼み込むということになりました。でこの人はね、最初、いやいっぱいよ10時はとかね、それから100ドルかかるわよとかいろいろ言われたんですよ。であなたが自分で取ったんでしょとかも言われたんですけど、まあそれをなんとか取ってくれて、でまあ2人で、10時発のでトロントに行きました。まあこのトロントの空港がどんどんなんか広くなってんのかな、工事して。こんなん絶対1時間の乗り継ぎやったら厳しかったなというほど離れておりました。でまあひたすら歩いて歩いて、でもその時にあの話を聞いたんですけども、あのふみちゃんがカナダに入国しようとした時、あのワクチン証明書とパスポートを見せて、そしたら自分の方に戻ってきたから受け取ってんのに、もう一個なんか向こうの係員がポンとくれるんですって。これは私のじゃありませんって返したら、ふみちゃんの前の人の返し忘れてたみたいで、その係員の人が、ほんであらまあって言ってね、なんかみんなもちょっとボケてんのかもしれませんけど、国際線への移動で荷物検査あったらこれはもうアウトでしたね。まあ荷物検査はありませんでした、飛行機はトロントまではフルブッキング満員です。でその先の今度パリ行きのエアカナダは3人席に1人ないしは2人座るっていう、そんな感じかな。まあまあ半分ぐらいは埋まってるっていう感じでした。今フランスに入るのに必要なのは2回のワクチン接種、それとこの宣誓書、まあ、これ前もってコピーしてたんですけど、要するに自分は嘘ついてません、風邪ひいてませんという宣誓書ですね。でこれを入るときに、まあ、見せたらいいらしいんですけど、でも別に見せろとも言われず、ただ書いて持ってただけなんですけどね。ちょっと一眠りしたらもうね半分ぐらい乗ってて、すごいでしょこの格好、あのなんかね不織布で作ったエプロンみたいなガウンみたいなの着てるのは、あれはお食事を配ってる人なんですけどね。まあ、お食事は相変わらずそんな美味しくないです。特にこのパンがねクロワッサンだけどすごく硬くてめちゃめちゃ食べづらかったですが、あっという間にパリ到着です。まあバンクーバー雨ばっかりだったから少しでも雨のないところ行きたいなと思ったけど、なんかパリもそれほどお天気は良さそうではなかったですけど、でここで入国をするわけですけども、ちょっとドキドキですね。雲の合間にまあちょっと光が見えてるので、雨だったらタクシーで行こうとも決めてたんですけど、まあ、これなら RER の鉄道で行けるかな。でもこの入国がすごい人 でそれをくぐり抜けてやっとのことで、建物の外にというかね出たんですけど、早速空港内の薬局でパスポートとそれから32ユーロ払ってフランスヘルスパスというのを出してもらいました。まあ、これがいわゆるワクチン接種証明ですね。で、RER の駅に行って切符を買って、乗ったんです。で、前からここはすごい危険と言われていたんですけど、今回は随分たくさんの人が利用していたので奥の方に座って、で無事にバスパリの市内に入りました。そこで RER の今度は B 線から C 線に乗り換えるんですけど、サンミッシェルの駅、ここでね電車待ってたら次に入ってきた電車すっごいね高いんですよ。段差があって、でスーツケースをぐっと持ち上げてそれを登ろうとしたら後ろからドーンと押されて、私手ついてね転んだんです。でもまあ荷物の方が私より前にあったので、それをぐーっと引っ張ってで中に入って椅子にかけたら、ふみちゃんがなかなか入ってこないんですね。でやっとのことでふみちゃんが来て、
そしたらリュックの上のチャック開けて中をゴソゴソして、ないわって言うんですよ。だって薬局を出た時にそこの椅子に腰掛けて腹巻き式のベルトに彼女それをクレジットカードとか入れてるの見たから、え、何取られたんって言うたら、全部って、パスポートも全てのクレジットカード、それからお金ユーロ全部なくしたって言う。え、なんでって言ったら、お腹に巻きつけずにそのまんまリュックの上に入れたって言うんですよ。あらった異変、これはどうしましょうということで、何はなくてもとにかく急いでですね、船に乗らなくちゃというので行ったんです。で、考えてみたら乗り換えのサンミシェルの駅で、私女の子にね、これってエッフェルタワーのところの駅行くかしらったら、行くわよって、私も行くしってその人言ったの。でもその子の服見たらちょっと薄汚れてた、あれ？と思って、でその乗り場じゃなく隣の車両ガラガラに空いてたから、あっちに行こうとしたら、早くしないとってその子がせかして、で慌てて私はその時に転ばされたということだから、あの入り口だけが混んでいたのは周りが全部すりだったということなんでしょうね、きっとね。もう狙われていて取り囲まれて、でふみちゃんなんか荷物を女の人2人で持ち上げてくれて、でどうもありがとう、親切にってお礼まで言ったらしい。ご丁寧に。盗んだ後チャックも閉められていたしね、分かりづらいよね。木曜日に出発して今金曜日の午後です。なんとか今日中に、まあ、警察に行って盗難届を出して、そのまま領事館に行って手続きができれば、なんとかなるんじゃないかという希望を持っていたのですが。